今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日はちょっとすごいですよ。麺食い金屋さん、京都祇園にしてですね、なんと鰭醤油丼450円から食べられる、しかもですね激うまというお店を、奇跡のお店を見つけてしまいました。鰭醤油うどん450円です。もちろん手打ちです。オリジナルだと思います。で、丁寧に茹で、1個ずつ茹でられてですね、茹でたてが、やってまいります。食べたらですね、こんな細麺やのにちゃんとコシもあって、美味しいんですよね。でもう醤油も何もつけずにこれだけ食べてもね、もうなんかね、美味しいんですよ。で一応鰭醤油が置いてありましたので、鰭醤油を、釜玉が550円やったかな、釜玉でも良かったんですけどね、もう一回一個のあのうどんだけを楽しんでみようと。なんか鰭醤油あるところって麺に自信があるんじゃろうなやってだろうなと思って、いただいたんですけど、いやこれいいですね。これザルでも食べたいし、あったかいのも食べてみたいし、ぶっかけもまた食べてみたいし、釜玉も食べてみたいし、もうなんか可能性が見える、すごい鰭醤油うどんでございました。でビーガン対応なんですね。ビーガン用の、醤油があったのでかけてみた、ちょっとなんか色が濃い感じなんですけど、なんか豆っぽいのかな。でもあんまり違和感なく美味しくいただけましたよ、こっちの、醤油も。いやこれまた見てたら食べたくなってまいりましたよ。だからで、ね、天ぷらもすごい、なんか推しみたいだったので、今度天ぷらも食べたいと思います。場所はこの辺です。祇園、下がったところですね。花見工事をずっと下がったところ辺でございます。いやいい店を見つけました。まだそんなに激込みじゃないので、みんな知らないんでしょうね。これ流行ったらえらいことになりそうなお店だと思います。ということで、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。